どうもナウティです。今日はこちらの砂時計、どのコマが一番やりやすいかというのを検証 していきたいと思います。一緒にやっていただけるのはこちらの、斉藤さんでございます。よろしくお願いします。はい、使っていくのはこちらですね。ツバメの丸軸でございます。これ新品同様ですよね。斉藤さんのなんですけども、さっき開けました。さっき開けたんですか軸すごい綺麗なんですけど、私には無理なんですけど、ちょっと分かっていいですか無理だと思う。これ丸軸ツバメで砂時計できる人いるんかな。ちょっと待って、ちょっと答えお願いします。おっと、待って、そうです。そもそも指に乗んないですよね、これ。結構難しいですよね。難しいです。交代で。大丈夫です、OK です。さあ、次使っていくのが、これはヒバリですね。ヒバリ、軸先が丸いのは同じなんで、多分さっきと同じだろうと思うんですけども、一応、やっていきます。この時点で結構辛いっすよね。これはちょっと、軍手とかあればいけんのかな。軍手あります。軍手、変わらないな。あ、これですよね。要するに、そういう、悩みに答える形で登場したのが、このスーパーツバメなんですけれども、こちらがノーマルのツバメで、こちらが、尖り軸のスーパーツバメなんですけれども、軸先がちょっと尖ってるの分かりますか？こうしたら分かるかな？そう。なので、こっちの方が手のひらとか、指の上とかに乗った時に、定位置で止まっててくれるっていうのがあるので、ツバメで、砂時計やるとしたらもうこれでやったらいいかなっていう感じです。やってみますね。快適ですね。そう、このために生まれたスーパーツバメと言ってもいいぐらい、非常に快適に砂時計ができるスーパーツバメでございました。さ、次がハヤブサですね。ハヤブサタチです。尖り軸の角軸になっているので、砂時計には向いていると思います。やっていますね。てか、冒頭やったやつですね、これ。もう一回やります。やっぱ、この重さが非常に頼りになる感じでいいですね。あ、違いますね。やっぱ、この安定感ですもんね。これですよ。これなんで、やっぱ重たいコマはこういう技には向いてるんですよね。斉藤さんに使っていただくのが上りスズメというコマですね。これ特徴がちっちゃいんですよね。ツバメと大体同じぐらいの大きさで重さがあるんですよ。これ初めて使いますけど。そう。で、軸がツルとかモズの太軸と同じなんで。これなんかすごい特徴的、はい、これ。あ、本当ですか。へえ。そう、ハヤブサたちとはまた違うんですよね。なかなか、そう、尖ってはいると思うんですけれども、タイミングがありますよね。大丈夫ですね。こんな感じ。できてます。どうですか。これやりやすさあります？いや、なんかね、こう持ってくまでのこの安定感がね、ちょっと、なるほど。他、そう、ちょっと難しかったかな。ちょっとこれ興味あるんでやってみます。あ、本当だ。暴れますね。暴れるけど。ヤブサの方が多分直径があるから、やりやすいかもしれない、ね、あ、そうか、ある程度直径って必要なんすね。
そうですね、多分、親指の上でよいしょ暴れるっていうのが一番近い感想な気がしますね。あ、でも、あ、失速が早い。うんうんうん、あ、OK です、ありがとうございました。上りスズメですね。でしょ。さあ、次こちらですね、モズでございます。そう、これ結構軸使い潰してて丸くなっちゃってるんですけども、でも安定、あ、すげえ安定感。これはあれです、斉藤さん使った方がいいです、一回。いやな、これだいぶ感触違うんですよね。軸が潰れてるんで丸くなっちゃってますけど、でも斉藤さんこんなにそんなんできます、簡単に。全然違うね。違うんだ。そうですね、はやぶさでやりましたっけ。はやぶさやってない。あ、ちょっとはやぶさで、はい、ちょっとやっていただいて。はやぶさ、はやぶさ、あ、そっか、使いやすいとも私がことごとく使ってで、使いにくいやつだけ斉藤さんに渡していたんですね。じゃあそう、はやぶさ超やりやすいんですよ。あ、マジですか。そう、はやぶさでやったことないな、実は。おっとっとっと。そんなに、あ、はやぶさやりやすいですね。はやぶさやりやすいわ。さあ、これがデカコマといったのを タスクル工房さんで売ってるやつなんですけども、まあ太軸なのでここには乗るんですよ。でも、まあ、ちょっとここが平らなんで、あと直径が大きいんで届く。あ、あ、やってみましょう。覚え、灯籠はいいですよね。灯籠、うんうん、はいいですよ、ね、こっからする。瞬時で私今絶望を悟ったんで、低巨人の人行きます。低巨人の人。さあ、次に使ってみたいと思うのがこちらですね。宇宙のコマ、タスクール工房さんの初心者支援型の、特化型のコマでございます。そう、こちらにコマ担当、コマタンって書いてあるんですけれども、コマタンのところに行くと限定で買えるやつになってますっていうのを斉藤さんのお子さんが持っていたんでお借りしました。いや、これは誰ですか、灯籠ができた段階で一回褒めてもらっていいですか。そうですね。そうですね。まずなんか灯籠が目標になります。ね、これカメラが熱で止まっちゃったんですけど、復活しました。続きやっていきます。あ、すごく難しいなって感じたんですけれども、こう、人差し指引っ掛けた段階ですっごく暴れたんですね。なのでここに行く前にコマが落ちちゃうんですけど、ちょっと最後一回やってみます。できるか。できる人いたら教えてください。無理です。球型の鶴の、細軸の長いやつですね。そう、こんな感じで足が長いんですよね。これでちょっといいですか。届かない。あ、マジですか。さっきデカコマでできなかったのと同じ理由で、こう行く前に必ず手当たっちゃうんですね、コマ本体に。はいはいはい。これは低巨人の人いたらできると思います。指長くするしかないです。そうですね。さあ、これから斉藤さんにやってもらうのが、我らが鶴ですね。鶴の、太軸、短い軸の方ですね。よいしょ、じゃあ行きましょうか。はい。おい、おーっと。慣れたもので。回るね。慣れたものですね。いや、
すげえ、そんなうまくいきます。ちょっとおかしいですか。これがあれですもんね、あの今のところ我々が考える最終形態のコマだと思ってるんで、うん、鶴の新型ですね。あのこれあの今販売しているのがあのプロトタイプで、あのクリアカラーの、ポリカーボネットなんですけれども、我々が染めたんですよね。であの3個4合計我々が4個5個染めたんですよね。でそれであの染め方が分かった私が動画外で染めたのがこの、グラデーションの かかった青ですね。あの涼しそうということで、冬が来たら寒そうということでやっていくんですけども、でしょう。言うこと聞きますね、このコマは。このコマは言うことをよく聞くコマですね。すげえ。あー、決定版ですこれ。OK です。ラスト、我らが ジーコ選手 の, あの監修されているビッグウィングですね。さあこれ直径が大きいので、あ、大丈夫は大丈夫ですね。ラスト検証ですねこれが、うんうん。あー、パワーがある。あ、転ばないでよ。ちょっと言い訳していいですか。届くんですよ。で、ここがもっと先端尖ってるんです ですけれども、若干親切設計でとても丸いんですね。あ、丸くないんかな。え、待って、ちょっと待って、あの言い訳始める前にもう一回やっていいですか。ちょっと、ここまでは非常にスムーズですね。あ、いけそう。あ、待って、ちょっとベビーパウダー力を高めて、多分旗から見てたらいけそうな感じありますよね。うんうん、ツバメより全然いけそう。ツバメより全然いけそうですね、うん、そうですね。おし、いける、いける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 。ちょっと斎藤さんとバトンタッチして。 OK、 じゃあせっかくなんで自分のやっていかれるということで、はい、OK です、お願いします。これでできるのかな、俺初めてやるな。これで砂時計って。そもそもあの砂時計を想定したコマではないっていうのがう、ね、あるんですけれども、おっとどうでしょう。こんなに、あ、止まってきたよ。あ、でもいけそう、いけそう。止まったけど、斎藤さん、その時上手くないですか。いけそう。そもそも斎藤さんが上手い。いけるいける。お、すげえ。もうこれはできてると言っても大丈夫と思います。すごいですね。砂時計がやりやすいコマランキングを発表したいと思います。3位から1位まで順番に発表していきますね。まず3位が、今手に持っているこのはやぶさたちですね。軸先が尖っていて、反対側もしっかり尖っているので、ここが噛むんですね。小さくてちゃんと外側に遠心力が働くので結構やりやすくなってます。今日この場にスワローテールないんですけども、スワローテールも同じ性能か、もしくはこれに限ってはスワローテールの方が、あ、どうだろう、斎藤さん どうですか。多分、ね、スワローテールの方がいいかもしれない、うん、やりやすいかもしれない、ね、そうですね。若干あの遠心力強めなんで、うん、スワローテールがあったらそっちの方があのやりやすいかなっていう感じですね。はい、2位はこちらですね、モズです。これがハヤブサと同じく軸先が尖っているので、あの指にしっかり噛むんですね。でこの直径がハヤブサよりさらに大きくて、しっかりつまんでも回転が弱まらないんですね。っていうので、あの結構やりやすいということで、あのちょっと今はもしかしたら、商品取り扱いがないかもしれないんですけども、持っている人がいたら使ってみてください。さあ堂々第1位、鶴の、太軸ですね。あの1位から3位までの順位が、あの私と斎藤さんがあの同意見だったんで、あの、まあ、これ1位ですよね。あの形的にもハヤブサとモズと同じ軸先の形してるんで、しっかり噛む上、なんといってもこの直
形とウェイトが最重量クラスなので回転がなかなか弱くならない。それとこういう風にあの返す時に強く掴むんですけど、やっぱりこうツバメとかだとちょっと加減しながら掴まなくちゃいけないんで難しいんですけど、これ結構思いっきりいけますよね。そうなんで、まあこれが1位かなっていう感じですね。そう投げやすさとかもいろいろ含めて1位で、あのこれこうやってやった後にまだ体力残ってるんで、なんならここからもう一回引っ掛けて次の技入れるぐらい練習したらいけそうかなっていうのがあるあの感じでございました。どうしたということで、どのコマが一番砂時計がやりやすいかという検証の動画でございました。ご覧いただきありがとうございました。ナオティでした。回ります。おOK です。すげえ。